ハンス・ブロンサルト・フォン・シェレンドルフは、ドイツの音楽家、作曲家、リストの弟子の一人である。ブロンサルト・フォン・シェレンドルフは、プロイセンの軍人の家庭に生まれ、ベルリン大学で学んだ。彼は1853年に、バイマルに赴き、リストに会うとともに当時リストのサークルにいた、あらゆる音楽家たちと親しくなった。その中には、ベルリオーズやブラームスなどがいる。 ブロンサルトとリストの近しい関係は、リストのピアノ競争曲第2番のバイマル初演の際にリストが指揮をし、ブロンサルトがソロを受け持ったことからも伺える。この競争曲の出版に際して、リストはブロンサルトに検定を行っている。リストの下で数年間の検算を積んだ後、ブロンサルトはライプツヒトベルリンで指揮者として活動した。 その後、ハノーバーで1867年から1887年の間、王立劇場の総監督を務める。1887年からは、バイマルで同様の職につき、1895年に引退するまでその地位に留まった。ブロンサルトの2番目の妻、インゲ・ボルクもまた作曲家であり、二人はバイマルで出会って1861年に結婚している。 ブロンサルトは1913年にミュンヘンで没した。他にピアノ商品などがある。ハンス・フォンビューローはブロンサルトのピアノ競争曲を非常に気に入り、バイマル学派と呼ばれる中でも最重要の作品と位置づけていた。同曲にはマイケル・ポンティドクソーの CD 録音が存在する。ブロンサルトと彼の妻の話題はリストの書簡の中に何度も登場し、 リストが夫妻の作品を高く評価していたことは明らかである。1879年3月12日、リストからウォルター・ベイチュにあてて書かれた書簡にはこう記されている。6月5日、ビューローは彼の地で最初の演奏会を指揮します。演目はブロンサルトの美しく価値の高い春の幻想曲と彼自作のシェイクスピアのジュリアス・シーザーへの音楽、そして私の ファウスト公共局になる予定です。注釈出典によっては、シェルンドーフのように、F を一つだけで綴っているが、ドイツ語においてこの性の正しい綴りは FF である。出典 h t t p w w w m u s i c w e p i n t e r n a t i o n S i. スラッシュ CLXSREV スラッシュ2001スラッシュ JULY01 スラッシュ ROMANTIC2.htmhatbr o ダッシュ b u x ダッシュ m u s i c a l b i o g r a p h i e s a t w w w t r i b a l s m i l e ドットコムありがとうございます。<splash>